すっげえ、地面が全部氷だ。どうやらこの場所があの滝の水源ね。ここの遺構は状態変換を研究していたみたい。水を液体から固体に瞬時に変える技術。瞬時に？このとんでもねえ量の水を一瞬で凍らせたっていうのかよ。これがはるか昔の技術だって言うんだから、ワッフルドには驚かされるばかりね。どんどん進むぞ。お、あそこの扉、中に入れそうだ。ああ、中にはこの遺構の巨像がいるはずだ。